ジャイアンツのマウンド上、先発の西本です。これがライオンズのオーダーです。2番にライトで立花、ブーコビッチが外れて清原が4番です。 DH には白肌を使っています。この西本は公式戦では8勝8敗、もう一つも二つもの成績でした。しかし日本シリーズでは実績があります。トップバッターの石毛、昨日の3安打でシリーズで通算4回目の猛打賞。もちろんこれは出場メンバー、石本さん、シーズンもそうですが、昨日の凱旋でもとにかく石毛はチームを引っ張ってます。そうなんですね、打つの方もそうだけれども、守る方もそうだし、はい、それから走る方もですね、それとこの人はその野球の技術だけじゃなしにですね、この人の持つその性格の明るさ、雰囲気ですね、これがチームに非常にいい影響を及ぼしてますよね。彼の一番悪いところはたまたま出ただけだね、そういう気がするんですけど、そうですか、研究とか運動とかいうよりは僕はそっちの方が強いんですよね、何かブコビッチが意識しすぎたなっていう、あまりにも出る、ただ阿部も昨日抑え込まれましたし、はい、これは多分井口さんの記録がですね、一軍に上げられてですね、ジャイアンツは研究してるんではないかと、まあ、森監督もそこら辺を十分今日試合前言ってましたからね。そうですか、バットにかすりました。スイングアウトの三振です。あ、走ってないですね、これはスイングですね、はい、スイングですね、全部で取ったんですね、はい、あっと森監督が抗議します。今日のプレートアンパイアはセリーグの福井さん。井口さん、スローモーションで見ますと大体手首が返ってしまうんですね、はい、スローモーションでやればもうほとんどそうですね、はい、ただね、これはもうチーフアンパイアに権限がありましてね、はい、チーフアンパイアが振ったといえば、もうどうしようもないんですよ、はい、結構やりましたけどね
ってたな今のなんて思うことよくありましたよ。そうですか、でももう本当にね助かったと思う時もあればね、うん、なんで今の来られるんだろうと、はい、そういう経験本当にしましたね秋山です。だったですかね。はい、全体痛烈なヒットを放ちました。はい、はい、あれ見て山倉がもうびっくりしてましたね。うん、っていうのは外角のスライダーの結果なんですよね。はい、それはあれほど少しは山倉も下巻いてましたね、はい、まあ、そしてノーアウトで出てその後すかさず二塁を落とし入れた通りを見せました ね、 そうですね、はい、右へ持っていきましたが切れました。どうご覧になってますか。いやもうこのバッターどっちでも打てますからね。強いて言えばインサイドがちょっと弱いっていうふうなことを言われますけどね、ただ西本のスピードではやはり思い切ったその、ね、インサイドで攻めるっていうのは僕は怖いと思うんですね。そうかえって逃げると今みたいに右うまく打ちますんでね、はい、一番困るタイプじゃないかと思います。対角ギリギリに決まりました。最後は見逃しの三振。西本は石毛、橘、秋山3人で終わらせています。